症とはトキソプラズマによるる感染症である世界中で見られる感染症で世界人口の3分の1が感染していると推測されているが有病率には地域で大きな差がある健康な成人の場合には感染しても無症候に止まるかせいぜい数週間の間軽い風邪のような症状が出る程度である しかし、臓器移植後やエズ患者など、免疫抑制状態にある場合には重症化して死に至ることもあり、重篤な日より未感染症と言える。重症化した場合には、脳炎や神経系疾患を起こしたり、肺、心臓、肝臓、眼球などに悪影響を及ぼす。また、妊婦が初感染すると胎児が、先天性と基礎ブラズマ症を発症する場合がある。 予防するためのワクチンはない。トキソプラズマはアピコンプレックスモンに属する単細胞生物である。以下の3つの形態をとる。トキソプラズマは人間を含む幅広い温血動物に寄生するが、収縮種は猫科の動物である。人間への感染経路としては、シストを含んだ食肉やオーシストを含む猫の糞便に由来する蛍光感染が種である。オーシストは 耐久性があるので、直接糞便に接触しなくても土壌を経由して野菜や水を汚染する場合がある。その他に妊婦から胎児への筐体版感染がある。おそらくほぼすべての哺乳類、鳥類がトキソプラズマに感染する可能性があり、したがって食肉は種類によらず感染源になりうる。特に羊肉、豚肉、鹿肉など高頻度にシストが見つかるものもある。 感染動物由来の食肉を生殖したり加熱が不十分だったりすると感染の原因となる。食肉そのものだけでなく包丁やまな板などが汚染されて、それが他の食材や手を汚染することもある。例えば猫の糞便中のオーシストが付着した物質を食事としてネズミが食べることで感染し、ネズミの体内に形成されたシストは、 猫がネズミに噛みつくことで取り込まれるという具合に生活感が成立していると考えられる。人間への感染経路としては、飼い猫のトイレ掃除、園芸、砂場遊びなどで手についたオシストが口に入ることが考えられる。感染は通常腸管で起こるが、マクルファージに侵入し血流に乗って全身へ広がることができる。この時宿主が妊娠していると、 胎盤を経由して胎児に伝染する場合がある。伝染のリスクは感染時期によって異なり、妊娠初期の感染では定率で、次第に増加し、妊娠末期では、リスクは70%に達する。ただし、胎児の症状は感染時期が早いほど重篤になる。臓器移植や輸血によって感染した例が知られている。また実験中に誤って注射したり、 飛沫が目や鼻に入って感染した例もある。初感染でも、およそ8割の場合は発熱もなく、リンパ節が腫れる程度でほとんど気づかれない。残り2割程度では、リンパ節の腫れや発熱、筋肉痛、疲労感が続く、アキュー性症状が出て、その後緩やかに回復する。この間、患者は、探求が増加しており、伝染性単核球症と似た兆候を示す。 普通は治療の必要がない場合が多い。しかし、稀に、急性症状を示す患者がいる。この場合は目、心臓、肺などに病変が起き、神経系に症状が出る場合もある。血液中に原虫が認められる無血症も長引き、尿や唾液のような体液にも厳虫が出現する。いずれの場合でも組織中に、シストが生じて、慢性感染に移行する。 シストの検出は難しい。慢性感染になった場合の治療法は確立していないが特に症状が出るわけではないので問題になることは少ない。トキソプラズマの慢性感染が縮小に影響を与えるという研究報告がいくつかある。疫学的な研究によりトキソプラズマ陽性だと男児が生まれやすいという結果が得られている。トキソプラズマに感染したマウスは 猫のフェロモンを恐れなくなる。これは猫を収縮しとする研究にとっては、都合がいいと思われる。詳しい気候は分かっていないが、ドーパミン量が多くなっていることと関係があるかも、しれない。トキソプラズマの慢性感染により人の行動や人格にも変化が出るとする研究報告もあり、男性は、反社会的に女性は、社交的になる、男性はリスクを恐れなくなる。 集中力が散漫となる、規則を破る、独断的、反社会的、猜疑的、嫉妬深い、女性に好ましくない、女性は、社交的、不死だら、男性に媚びを売る、などの傾向が見られる。近年の研究によって、転換、アルツハイマー病、パーキンソン病、統合失調症、双極性障害、パーソナリティ障害、完結性爆発性障害など多くの、 精神疾患や人格の変化、癌との間に関連があることが徐々に明らかになってきた。大学生においても経営や企業などビジネス系を専攻する傾向が見られ、社会人でも企業経験者は感染率が高い免疫抑制状態の患者が、罹患すると中枢神経系障害や肺炎、心筋炎を起こすこともあり、より重篤な疾患を引き起こしやすい。 トキソプラズマ陽性のエイズ患者は、T リンパ球が200以下になると予防をしない限り、トキソプラズマ脳症を発症する。これはシスト中の肝臓中体が活性化し、血流に乗って全身に広がり脳に至るためである。病状は先行性になる時もあり、この場合は突然脳症を発症する。脳を侵されると、神経症状が出て、急速に進行する。症状はに応じて様々で、 変麻痺、失語、視野狭窄、眠気、不安感など。まれだが炎髄を犯された場合は、大麻痺が起こる。免疫系が正常でも妊娠している場合には、特別な注意が必要になる。妊婦が無止血症になると、原中が胎盤に移行して胎児への感染が成立し、先天性トキソプラスマ症に至る可能性があるためである。トキソプラズマは、胎児血流に乗って、 脳を含む全身臓器に移行する。ほぼ前例が母親の妊娠中の初感染に起因するが、再感染を疑う症例も報告されている。もし飼い猫が外出せず、かつ生肉を食べないのであれば、飼い猫から感染するリスクは高くない。ゴム手袋などを着用して、飼い猫のトイレを毎日清潔に保ち、適宜、ゴム手袋を消毒する。 どこで食事をしているかわからないような猫は近づけない。生肉、動物、猫の糞便に汚染される可能性があるものなどを取り扱う職業についている場合は注意が必要である。獣医師や繁殖家とその補佐、食肉処理場、加工場や肉屋の従業員や検査員、農家、増援家、研究施設や衛生試験場の技師、 医師や保健衛生関連の専門家などが該当する。先天性と基礎プラスマ症を防ぐために、妊婦においては、特に厳重な予防策が必要である。まず、十分に加熱していない肉を食べることは危険である。生ハム、ローストビーフ、レアステーキ、肉のパテ、生サラミ、生ベーコン、ユッケ、バサシ、刺サシ、シカサシ、エゾシカのレアステーキ、クジラサシ、ヤギサシ、 加熱が不十分なジビエ料理等はトキソプラズマを含む可能性があるとされる。また土いじりをすることは危険である。庭や畑や公園の砂場では猫がトキソプラズマを含んだ糞をしている可能性がある。猫の糞が含まれた土からの感染を防ぐために作業中は手袋やメガネやマスクを装着すること、作業後は十分な手洗いをすること。 収穫したものはよく洗浄してから食べることが大切とされる。猫の飼育にも危険を伴う。拝筋するのはトキソプラズマに初めて感染して2週間以内の猫だけだが未感染の猫が多い。猫に感染させないため猫を外へ出さない、猫に生肉を与えない、よその猫と接触させないといった工夫が必要である。猫からの感染を防ぐため猫の風に触れない。 猫のトイレ掃除は頻繁に行う猫の糞は密閉して捨てるといった工夫が必要である。トキソプラズマは全人類の三十パーセントから五十パーセントに感染していると考えられている。成人での抗体陽性率はアジアでは少なくアメリカでは約十一パーセント、北欧やイギリスで三十パーセント以下ヨーロッパ南部と湿潤やアフリカで二十から五十パーセント。 ヨーロッパ西部では50から70%に達する。フランスは特に多いことが知られており、抗体陽性率は全体で80%を超え、妊婦に限っても54%と効率である。これは生に近い肉を好む食習慣があることと関係している。ドイツ、オランダ、ブラジルも多い国として知られている。日本では地域差があるが10%前後となっている。 羊、ヤギ、豚、イノシシのトキソプラズマ病は、家畜伝染病予防法において届け出伝染病に指定されている。トチ情報において、感染食肉は全廃棄の対象となる。トキソプラズマ病以外での全廃棄の対象となる。寄生虫病は、ピロプラズマ病、トリパノソーマ病、専門虫病、ユーバリの虫症がある。治療には、 マクロライド系抗生物質、サルファ薬、スルファモイルダプソン、ピリメサミンなどが使用される。猫から人にうつる感染症としては、他にパス、レラ症、猫ひっかき病などがある。ありがとうございます。